はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やってみましょう。さあ、前回はこちら、芦名攻めの最中、なんと北条家と戦争状態になってしまいました。で、北条の大軍をなんとか退けまして、拠点を4つほどね取ったというところでございます。さあ、今回も引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。ここはね、ちょっと一旦仕切り直しましょう。だいぶね、腰兵糧もね、準備できてないからね。言うて、まだまだ北条の兵もいるし、一旦、はい、じゃあ仕切り直します。ということで、はい、信長様、仲介お願いします。いやー、マジ便利だね、仲介ってね。はい、じゃあお願いします。よかろう。はい。許す。こたびは俺に命じて徳川家との戦、歩行を収めてもらえんか。よかろう。しょうがないな。ありがとうございます。ただ停戦終わったら多分ね、速攻で攻めてくると思うんで、こっちもしっかり準備していきましょう。で、信長様、再び、はい、神前お願いします。すいません。ということなんで、この半年の間、こちら足投げ攻めましょう。わしではかなわぬ。この戦力差なら勝てる。で、こっちいける。あー、すでに十分な兵が出陣していますから大丈夫ですよ。本当に。はい、伊達家との停戦2ヶ月、了解了解。さあ、それまでに黒川城落とそう。頑張れ。で、商人町建設、了解。で、今度はそうですね、二田詰め所、作れるかな。ちょっと待って。まだこっちの開発終わってないよな。あ、待って。農地開墾があんのか。いや、ここは、二田詰め所作ろう。はい、二田詰め所。はい、お願いしまーす。はい。うい。さあ、どうする。さあ、頑張れ頑張れ。 で北条との停戦2ヶ月はーい。そんな早いか。で、上位集落大農村作って、で、こっちの開発の方はもうちょっとだな。美濃和城の開発ももうすぐ終わる。頑張れ。喜ばしいですな。さあ、揚げ北州って読むのかな、わからん。取り込み成功。さあ、黒川城落としました。オッケー、芦名家の本拠地でございます。オッケー、ナイス。敵将爆。この方通よ。はい。あれあれ、この足だけの本拠地なのにこの人しか味方にないってこと。あー、で、帰還してもいいんですか。はいはい、お疲れ様。で、寝返り士官宇都宮国綱。はい。で、今度は結城春友。はいはいはい、こんにちは。さあ、ということで、あー、優秀ですね。素晴らしい素晴らしい。はい、ようこそ。うん。で、あー、この方もなかなか。さあ、北条との停戦期日でございます。了解。で、伊達家との停戦も期限切れとなりました。となると、そうですね、今度はどこ攻めるか。いやー、小田原攻めたいけどな。どうだろう、向こう16万出してくるっておかしい。どこが一番攻めやすいかな。こちら滝山城行きましょうか。こっちの方が攻めやすそう。14万対16万。行きましょう。勝負じゃ。みんな、行くぞ。足に続け。さあ、来たぞ。おめで、3000は、さあね、ちょっとこの辺でさ、いや、待って待って。まずこういくか。はい。の血を制すは我らよ。で、どう出てくるか。ふぅ、すんげえ集まってる。で、8000も、はい、一旦ちょっとこっちで待機。嫌なもの、ぶつかっちゃいかん。で、そこ取った。で、そうだね、そこも。いやー、でも、そこは取らんでいいや。じゃあ、こういっか。はい。必ずや制します。で、こう。はい。必ずや制します。でも、来るなー。で、家康は、まだまだ到着先だな。どうか、ちょっとこっち。ご命令を。こういって、動くべき時は今ぞ。で、1万5000は、こっち待機。で、こっちの1000は、こっちだな。さあ、どうするどうする。で、稲詰城建設、了解。で、こっちの開発の方終わってる。あと、農村。これでおそらく開発終わりでしょう。よし。もうあと一息。ここは、灌漑水路、増設。はい、お願いします。はい。行くぞ。
さあさあさあ、で、次は破壊。ね、川越城じゃなくて、ここ滝山城。いやー待て、ここはちょっとね、いやーでも川越もいいな。ちょっと待った、ここはちょっと待機なので開発やろう。開発、小玉商人町レベル3、はい、お願いします。おかめ、さあ行ってこい。さあどうする。あーで衝突始まっちゃったか。腕が鳴るわい。こっちには2万いるもんな。ダメだダメだ、行っちゃダメ、はい。で、家康は、あーっと、こっちこっちこっち、いかに動くか。で、そうだな、命令を下され、こいっか、そろそろ、はい、我らが者とせん。さあ、こいこいこい、敵軍で合戦できる、退けたぞ。はい、軍を進め。なんだったら4000とかはこういっか、はい、ほい、敵の城を奪ってくれる、この恥。で、家康来てる、注いで見せる。して、こっち行ってもらって、いかに動くか。で、こっちの1万はもうこっち向かせよ、うん、はい、こうね、はい、お願いします。あの城を奪いに行く。で、あー、まだ道が下がってる。いや、渋滞してる。ね、もう行こう行こう、はい、こうね。我らが者とせん。家康が通れないな。いかに動くか。じゃあこっちの6000をこっち向かせよ、こう、はい、はい、こう、城を落としてこようぞ。いや、いける、合戦できる、よし、これで14万対16万、これなら勝てるか。よし、行きましょう、青梅の戦い、徳川家康 VS 北条氏政、行きましょう。青梅で合ってるか分かんないですけど、行きましょう、行くぞー。さあ、これなら勝てるやろ。さあ、戦力は互角といったところ、よし、OK。で、高台もあるか。で、コブ場もあるんで、ここ絶対取られないようにしよう。まあまあ、これでいく、はい。さあ、行くぞー、はい、海戦出兵。まずは、さあね、こっち9000って言ってもらって、んーで、こっちの、高台も取って、で、こっちやな、このコブだけは絶対取られちゃいかん。こういって、こうしよう。で、こう、こうね。で、1万はこっちで待機。で、7000もこっちで待機しよう。で、こっちはこういって、こういって、こうやな。さあ、行くぞ。さあ、オペレーション開始。で、そこ制圧、まずは慌てちゃいかん。で、とりあえず本田忠勝を有効活用しよう、お前がめちゃめちゃ強い。攻め潰してくれよ。で、まず陣行こう、はい、オッケー。で、こいつ、はい、で、そこ、はい、制圧ナイス。よし、頑張れ頑張れ、いいぞいいぞ。で、そこまず制圧、よしよしよし。で、どっちから来るよ、これ。ここまずはこうだな。で、こういってこう、いざ行かん。よしよしよし、いける、間に合う間に合う、よしよしよし。で、そこ制圧。で、どうなる、いかに動くか。ちょっと待って、ういさあ、で、ためも取ったな。あー、そういくか、一回ちょっと下がろう、戦勝つ。そして家康下がって、オッケー、よーしよしよし、そこ取った、ナイス。で、そこから撃っちゃって、はい、あ、じゃあじゃあ、そこね、はい、ごめん、よし、オッケーオッケー、これでだいぶ楽になった。で、いけるいける、安全の敵を打ち払わん。さあ、どうする。で、そこ制圧、ナイス。で、そこ戦っちゃったか。うわー、で、こっち来てる、あー、むずむず、頑張れ。力を今こそ見せる時ぞ。で、そしたらこう、いかに動くか。ちょっとそっちはおのおの頑張ってて、まだ先方の機嫌、はい、その身で確かめ。で、こういって、で、ナオトラちゃんちょっと下がろう、はい、よし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 、めちゃめちゃ兵力削れてる、オッケー。さあ、コブ打つぞ、さあ、行くぞ、はい、頑張れみんな。ここさえ勝てれば相当北条戦略になるぞ。
よしよしよし、体力回復、頑張れ。で、よし、まずは撤退。よしよしよし、我が前に立ち下がる。オッケー。で、そこね、頑張れ家康。耐えろ耐えろ、お前さえ耐えれば。でもんちょっとこっちがきついよな。じゃあナオトラちゃんこっち来ようか。はい、敵に攻めかかります。あーで新手が来た、でかい舞台だな。で大丈夫。おお、そこ誰。おっと、鬼半蔵、服部半蔵だ。お、結構倒してるね。ナイス。でそこにいるの誰。いやー敵か。いやー久しげ、ジオ八万って読むのかな。時期八万だったかな、どっちだったっけ。さあで、そっち、はい。さあ戦って、お前がめちゃめちゃ倒れる。倒せ倒せ、よーし倒した、よーし、ナイスナイス。でこいつ挟むぞ。はい、よし、攻撃できる。よし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 。となるとそっちはもう大丈夫か。こっちも多分大丈夫なんで、ちょっとイエスを控え。よし、そこも、あ、佐竹押し死にだ、許さねえこの野郎。いけいけ。でこっち待機。はい、いいぞ。で、あー、ここもちょっときついな。いかがしましょう。はい、こっち、はい、敵に攻めかかります。で、またでっけえ舞台来た。でっけえ舞台しかいないのか、北条は。さあどうだ。で、そこちょっと、はい、忠世ちゃん、撤退するか。さあそっちには誰。6500、了解。で、きついわ、了解。さあ待て、頑張れ頑張れ。さあそこね、はい、ジで、はい、わかった。そうそう、みんな陣が欲しいところだった。オッケー、よし、頑張れる。オッケー。で、兵数に関しては上回ってるから頑張れ頑張れ。で、こっちきついな、下がろう。で、こうだな、はい、さあいける。で、そうやな、頑張れ頑張れ。ちょっと休憩したい。ここさえ抜けれればな。ちょっと一旦こうしよう。はい、で、4万に見えた、びっくりした。で、あとこっちだな。あー、こっち、はい、敵を攻めます。で、こう行って、で、いや、そっち、そう、高台の方にはもう来ないか。で、こう行って、オッケー、よし。で、服部半蔵待機。で、よしよしよし、清水が引いて、安秀撤退。で、来たな。まあ、どんだけ追えるか。で、どういける。して、うん、で、戦って、そろそろ、はい。で、そっち行ける。いや待て、もうここはもう舞台削るだけでいい。できるだけ向こうの舞台削ろう。もうやだ。いい、で撤退。よし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 。で、はい、コブ頑張れ。で、今度は、はい、で、あー、ちゃくそー、綱重の方か。向こうも粘るな。さあで、忠勝、忠勝削れ。はい、トンボ切れ。うわぁ、さあで、どんだけ削れるか。いや、でも削った方だな。よーし、勝てた。でもまだ向こうには4万の部隊がいるからね。うわぁ、きつい。ただ、威風強で、よし、拠点たくさん取れるんで。オッケー、オッケー。さあ、どうなる。いやー、戦って助かるわ。さあこれで、で、どうできる。さあまずはまずは、うん、あー、拠点2つぐらいだな。
なんたることだ。そうだ。で、あーと、はい、目標制圧達成しました。やったー、オッケー。じゃあ今度はこの流れで岩槻城を攻めてみましょうか。行きましょう。はい。で、はい、大久保長安、あーとよ、はい、ようこそ。はいはいはい。で、次は、はい、小畑信貞、はい、オッケー、ナイス。この人も強いね。お使いなそう。で、今度は広部長谷さん、はい、こんにちは。お使いするはい、どうぞ。で、労力3で、まあ、美濃和城の開発終わったんで、家康が引き下がったら本拠地移しましょうか。はーい、いけ。で、めっちゃ来たー。さあ、で、で、はいはいはい。で、元服を迎え一万円となった武将が2名います。あー、佐野幸村だ。うわ、すげえ、やったー。お前は重要してやる。あー、で、七瀬正成さんだ、こんにちは。うん。で、あー、で、小島八太郎、病で、織田家の信用が100人到達、了解。で、これは、あー、真田幸村元服か。まあまあ、ここは飛ばしましょう。はい。さあ、で、声を上げよう。で、次は一旦ちょっとこの9000、こっち一旦下がろう。はい。さあ、合戦やりたいよ、合戦。野戦となってる陣を構えよ。こっちも下がろう。はい、さあ、いけ。さあ、合戦できる。頑張れ頑張れ。どうだ。で、合戦よし。これで16部隊。あで、うち4部隊だけなんだけどな。で、こっち来なさい。はい、で、こうな。城攻めと行くぞ。で、2名の武将が亡くなりました。了解。で、労力めっちゃ集まってる。で、はい、合戦いける？声を上げよう。いけるんだけどな。なんでこの部隊数少ないんだろう。ここは、じゃあ、商人町、はい。商人町作って、この合戦やってみる？もうちょっと集まれ。何をすべき？まあ、これでいいか、よし。神楽の戦いというのかな。徳川家康 VS 北条氏国。やたら舞台数こっちの方が少ないんですけど、不思議。 OK、 いくぞ。勝負勝負。さあ、いくぞ。いやー、ちょっと囲まれるときついな。さあ、いくぞ。はいはい、海戦出兵。いくぜ。我が軍略。で、まあ、ここの高台取ろう。で、こう行って、で、信長様、こ、あ、じゃあ、信長で、家康。で、こっちの、影虎は、こう行って、こう。で、こうだな。ここは、こう。さあ、どうする？さあ、まずは。で、一番槍は、はい、大久保忠世ちゃん。で、そこ取られたか。うん、で、そこ制圧。さあ、いけ。いやー、で、あっ、もうすぐ壊滅だわ、すげえ。で、そこから来るよ。どんどん荒れてくるからね。じゃあこっちか。で、そこ制圧、よしよしよし。で、そこからもう撃っちゃって、うん、あ、オッケー、ナイスナイス、そういうこと。で、こっちか。はい。で、そっちね。はいはいはい。敵を攻めます。で、忠代ちゃんはね、じゃあこっち来て。はい、下がれ。下がらないね。おっ、はい、で、こう行って、で、こっちだな。こう行って、こう行って、こう。で、そこの陣も取られた。了解。さあ、どんどんあれでが来るよ。面白い戦いやな。で、そこ撤退、よし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 。で、よし、そこ挟んでやれ。で、そこ取った、よしよし、ナイス。オッケー。一舞台あたりの数がね、少ないから、こういう合戦めっちゃ助かる。さあ、頑張れ。倒せ。よし。オッケー。で、そこね、家康。さあ、三河ソウル、当たって。北斗見よ。うん、で、そこな、OK。
で、はい、北条、綱高撤退。うん、で、挙撃。あーまあまあしなくていい、はい、こう、はい、もう高台の確保はいいでしょう。 OK で、あともう一部隊倒せば終わりだ。よし、で、こう行って、で、こっちか、はい、大丈夫、そっちきついよな、確かに。忠世ちゃん、ごめん、こっち来てほしい。こう行って、こうやな、で、こう、しまった。で、一旦、さね、休憩。で、そこ壊滅。よし。で、また新手が来る。で、なんか、信康、なんかやったね。だーで、だいぶちょっと、線が下がっちゃった。しまった。こうやな。はい。で、そっちはいい。こっち、こっち、こっち。はい。こう。王将を制するは我らよ。あーで、戦つ。さあ。雑魚掃除は頼んだ。はい、トモケリ。すげえな。相変わらずすごいな、こいつ。真壁、宇治美紀とかめちゃめちゃ強いのに。で、そこも撤退。よし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 。で、こうやな。はい。で、そこ壊滅。よし。まだ来るの？さあ、いけ。どん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 戦いが強くなっていく。だ、そっからも来るんかい。じゃあ、こういっか。あーしまった、休ませてた人がいた。いえいえ。で、そこせやった。よーし、オッケー、風が出た。これでまた威風台が発生できるね。よしよしよし。威風でね、拠点取れるとね、その浄化施設壊さないで済むから助かる。オッケー、よしよし、いいぞいいぞ。さあ、これで拠点何個取れるかな。どんどんね、北条の戦力がそがえてる気がするから助かる。オッケーオッケー、よし。何ですと。さあ、本拠地移転やっていきましょうか。今度はじゃあこちら沼田、ここにしましょう。ここはね、上位集落が3つもあるんで、ここを早めに改善していきましょうか。はい、お願いします。はい、決定。さあ、これより沼田城を本拠地とする。お願いします。で、労力10もあるのか。まずは、軍団編成。いやー、鳥居元忠軍団、なんかどんどん強くなってくね。助かる。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。ルペンでした。さよならー。